どう、うん、ちゃんと来てるよ。ちゃんと来てますよ。鼻高く見える。そう、コンシーラーでね、まあ乗せるんですけど、メイクでやってるので、ノーズシャドウもめっちゃ塗って、シェーディングもね塗ったの。ここにこう塗ってるから。どうですか。編集して乗ります。すごいよね。すごくない？メイクでこんな変わるなんて、びっくり。カラコンもね、違うの入れたの。鎖骨書いてないです今日。でもこう、こうすれば出るからさ、鎖骨なんて。こうやったら出ないし。出そうと思えば出せるよね。すごい出る。そう、すごい出る。頑張ればね。頑張らないと消えます。ほぼ書いてないですよ。あ、でもこの間ボムの撮影の時は書きました。ハイライト塗ってシェーディング塗って書きました、ボムの撮影の時は。でも基本的に書いてないです。ライブの時とかは書いてない。今日私が写真を見せてあげたりですね。あら、ネットワークが切れた。私が今日話したメイクの子、見えにく。見えないな。ちょうどこのね、カチューシャをしてるのを見せたいんです。こういう写真を見て、こうやって拡大してメイクを見て、ウォンヨンちゃんです。めっちゃ細い、めっちゃ細い肩。涙袋は影はいいんですよ。下に光線描いて、線描いて、こういうところに涙袋こう
目があるじゃないですか。ここに目があるじゃないですか。書くんですよ、涙袋って。まずこうやって書くじゃないですか、涙袋。もう好きなところにこう笑いながら涙袋の下の線書いて、で、私のやり方でいいですか？私はこう、とりあえずまずブラウンのシャドウを塗るんですね。このここの涙袋のところに、ここにもとりあえず全体的にこう塗るんですよ。塗りまして、までここのこっち目、青目尻なんですけど、目尻にもこう暗めのやつをこうここにちょっと入れてあげると目が大きく見えます。そしてさらにまあこうね、二重こうしたら分かりやすい、二重二重のところにもこうブラウンをねこうのせて、ここにこうのせてあげるとより目は大きく見えます。で、ブラウン塗ってこっちに、あ違う、ベージュ塗ってこっちにブラウン塗ってるから奥がキュッとねするんです。こっちがキュッて、まあ、締まった色に見えるじゃないですか。でまだここは平坦なんですよ。そしたら私ここにねこうやって塗るんです。ここ涙袋の話からそれちゃったけど、ちょっととりあえずアイライン、ここにこうやって塗るんですよ。そしたらちょっと目が大きく見える。で、で、そしてこう塗ったら、コンシーラーでも何でもいいんです。コンシーラーが分かりやすいかな。コンシーラーをこの目のここですねにこう、分かりにくいね、こう分かりやすく言うとこんな感じで塗ってあげるんですよ。目が分かんなくなっちゃった。こういうことですね、今。で、涙袋のこう下の方にグラデーションになるようにこう陰影をつけて、まあ基本的に私はいつもブラウン、こんな肌色にしないので涙袋はブラウンなでおしまいなんですけど、でキラキラをこう、キラキラっていうか明るめの色をこうやって
載せてあげると、すごいしゃぶしゃぶになっちゃった。こんな感じで、涙袋ができます。で、私が一番好きなのは紫色のアイシャドウを涙袋のここに塗ると、なんかなんだろう、粘膜みたいな色味になるんですよ、ここが。それがすごく好きです。目、今日ここアイロン失敗しちゃってさ、めっちゃうねうねしてる。失敗しました。粘膜っていうのはこういう感じの部分が、ここにこう紫をのせることによって、なんか腫れぼったくなるんですよ。腫れぼったくなると腫れてるみたいな腫れぼったいって言葉がいいかもね。腫れぼったく見せれるから、そうすると涙袋ができてるように見えるんです。だから薄い紫、濃い紫のせちゃうとあざなんだけど薄い紫をこう塗ると涙袋誕生します。今日は本当にゴージャスなメイク、ここにもハイライト、ハイライト、ハイライト、ハイライト乗せて、キラキラもつけて、でチークもこう、いつもこうなんですけど、こう、こう入れて、眉毛もこう、んーみたいな感じ。ここにもね、気づきました？ハイライト塗ってるんです。ね、口もヒリヒリするやつ、塗ったから、いつもより唇分厚い。すごいでしょ、メイクでこんなに変わるの。もともと化粧品とかメイクとかがすごく好きだし、そういうのを見るのがすごく好きなんですけど、なんだろう、何もしなくても素材で十分可愛いっていうタイプだったら、多分メイクをほとんどしなかったと思うんですけど、なんだろう、メイクをこういろいろしていくことによって、なんか今日かわいいねとか、いつもよと違うねみたいな、いつもよりなんだろう、セクシーだねとか、いつもよりかわいいねとか、なんかこうメイクを工夫したらよりよく見えるじゃないですか。人によるかもしれないんですけど、そうだからこうやっぱメイクに助けられてる部分はすごく大きいので、メイクをこう研究するのはすごく好きです。昔から、 SK 入る前から、容姿を気にしてこういろいろメイク練習してっていう部分もやっぱちょっとなかったわけではないけど、可愛いって思ってきっとみんな SK に応募してるから、そう、
自分のことはね違うかもしれないけど、でもそう思うけど、やっぱりいろいろこう自分を可愛く、より可愛く思ってもらえるようにいろいろメイクを研究して、今の自分がいるので、うん、思いますよ自分も。たまに、ああブサイクだみたいなSK 入ってから増えたけど、そう思うのは SK48 に入る前って別にそんなに容姿をこうすごく気にする場所じゃないじゃないですか。わかんない、人によるかもしれないけど、気にしてたりはしたけど、 SK48 に入ってからの方が、はぁ、鏡見て、はぁみたいな、うん、ブサイクブサイクブサイクもうみたいな、もう鏡もうみたいな全然ある、うん、そういうのは全然あるから、その中でもやっぱりこう研究するわけですよ。どうしてこんなにブサイクなのかみたいな自分の中でこう鏡も向き合って見て、で、うーん、写真撮るときにこっちのほっぺが、口が下がって見えるから、こうこっちは上げる意識で撮ったらこう左右均等に見えるかなとか、そのあとは何なんだろう、アイラインが変なのかもしれないと、ここのメイクが変なのかとか、むくんでるのかなとか思って、こういろいろ調べたりとか、水分取った方がいいとか、メリロートっていうサプリを見たりとか、いろいろするわけですよ。服装がダサいのか、ダサいわってなったら、こうインスタグラムで見たりとかして、こう自分がどういう格好が一番こう見た時に似合ってるのかなとかっていうのを経て、こう今があるので、自己肯定感はねすごく低いんだけど、めちゃめちゃ低いの。万人受けする可愛いと、やっぱ個性的な顔があるとしたら、私は個性的な方だと思うので万人受けはしないんだろうなとは思うけど、だからこそなんだろう、研究はすごくしますよね。こういう言葉遣いで喋った方が、なんだろう、その容姿だけじゃないじゃないですか、世の中って。だからこういう言葉遣いの方がこう人として素敵に見えるんだろうなとか、こういう考え方を持ってた方がとか、こう知識はある方がいいだろうし、うん、あと発言すべきところとしないべきところとかっていうのをすごく考えて、よく、よりよく自分を周りの方に思ってもらえるようにこうたくさん笑ってた方が、こうファーストタッチ、ファーストテイクなんていうの、それがいいだろうなとか、こう
考えて生きてきたからこそ、こうあざといとかあざといとか、うん、釣りしだとかそう言われるのかもしれないけど、それはそれでまあファーストコンタクトそうかも、それだっていうのはすごく、なんだろう、全部つながってる、つながるからさ、こう自分が容姿を気にしてメイクとか見え方とかをこう研究したからこそ、今こう自分のメイクの幅が広がってたりとか髪型とか、まだまだ狭い方かもしれないんだけど、うん、そう、でも自信がないっていうのはあるんですよ。自信がないタイプなので、もともとだからやっぱり自信を持とうって思ったのやっぱ自信を持っ、うん、なんか自分を過大評価しすぎるのは良くないことだけど、たまに間違ってることだってあると思うし、間違ってるのに、はあ自分かっこいいって思ってたらそれはそれでまた違うじゃないですか。だから自分のことをちゃんと見つめてあげるのも大事なことだけど、自分をね自信持ってあげることもすごい大事だよなって、こうやっぱりアイドルは、まあ、いろんな形があるんですけど、自信満々の方が魅力的に見える時もあるじゃないですか。だから最近は最近メールとかで多いんですけど、顔を押さないのはおかしいよねみたいなそういう部分はちゃんとこう自信を持つようにしてるし、うん、いろんなね見え方があるので、うわ自信持ちすぎって思われるのもあれだし、自信なさすぎってなるのも、うん、場合によっては良くないかもしれないから、まあ、程よくもっと程よくですので、程よく頑張る、程よくサボる、程よく寝る、程よく食べる、程よく笑う、程よくふざける全部程よくやってます。その結果佐藤果歩が構成されてるので、そう、それでやっぱさ好きでいてくれる人がいるっていうことは、きっとこう私の程よくが程よかったんだという結果になってるってことなので、そうだから全部なんて言うんだろう、無駄なことはないんです。無駄な時間はすごく好きじゃないけど、自分がやってることに無駄なことはきっとないと思うから、
ここにだ目描いたことも無駄なことではないでしょ。そうだから結果ね、結果が100出ても1しか出なくても結果が出てることに変わりはないので、ちゃんと自分が考えてやったことがちゃんとね結果につながってるわけだから。でも駅まで着いて駅で「あ定期券持ってきてない」って気づいた時の駅までの道のりは無駄だなって思うけどね。うわー無駄だ、無駄な時間を。でタクシーで戻って定期券取ってまた歩いてきたとしたら、もうそれはそれでまた、はあ、無駄にタクシー取ってしまったって思うこともあるし。そういうことあります。美味しそうと思って買ったものを食べるタイミングがなくて消費期限切れちゃったとか、そういうこともあるから。大学の時に一回ある、定期忘れて。でも後で気づくんですよね、タクシー乗るくらいだったら定期切符買えばよかったよなって。後で気づいた時の絶望ですよね。その時ってやっぱり頭があんまり回ってないから、こうやっぱ冷静沈着であるべきだと思うんですよ、何事も。でも私冷静すぎて、冷静じゃない時もあるんですけど、ナッキーさんに一回、あナッキーさんお誕生日おめでとうございます。ナッキーさんに一回なんかの時に S 学かな、なんかの時にこうクローゼットからわーみたいな、ホラーの回かな、わーって人が出てきて、それに対してナッキーさんと泉が驚いて席立ってたんですけど、私だけ座ってたんですよ、えみたいな。その時になんか「かおちゃん冷静だね」みたいな言われたんですけど、でも出てきたのがガチモンのゾンビだったら、かほちゃん食べられてるよって言われて、確かにって思ったんですよ。こう冷静でいることは大事だと思ってたけど、逆に冷静すぎても早死にするのかもしれないって思って、そこからこう気をつけてます。もうわーみたいな。こう驚くこと、リアクションが薄かったじゃないですか、私入った時って。今も十分薄いんですけど、リアクションが、だけど加入した当初もう本当に薄かったの、なんか嘘ついてるような気がしちゃって、こううわーみたいな、驚くことがほぼほぼほぼなくて人生で。なんかこう、感情の起伏がほぼなかったんですよ。だからこうまあ泣くか笑うか、怒らないし驚かないしみたいな、泣くか笑うかみたいな感じだったから、それ以外の感情をこううわーみたいな、なんか嘘くさくなっちゃうのがすごく嫌で、だったらやらない方がいいかと思って、
SK48 に入ったばっかの時だからリアクションがすごく薄くて反応も悪いし笑ってるだけだったんですけど、リアクションある方がいいなと思って、最近というかもう本当に選抜入ってやっぱ先輩方ってリアクションがうるさいじゃないですか、わーみたいな、ギャーみたいな。でもそれが嘘かって言われたら多分違うじゃないですか。こうやってるうちにどん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 出てくるようになっちゃうことってきっとねあると思うから、だからすごいなと思って私も頑張ってます。でもまだダメまだなんか圧倒されちゃう、先輩のこのギャーみたいな、ダーみたいな、おーおーおーってなっちゃうから、すごいなって思います。私もそういうリアクションが取れたい、取りたい時差で頑張ってみようかなうわーみたいなやった時にうわー時差でトライするの嘘じゃんってそれ絶対嘘じゃんってなるよねでもなんかそれぐらいやっぱすごいなって思いますよねそうリアクションがね大きい方がやっぱいいじゃないですか。そう嘘くさいのよ私って。こう人と話す時も何か言われてそれを汲み取って考えて後悔した方がいいだろうなっていうのを考えて返すから、めっちゃSK48 に入った時会話が成り立たなくて、先輩にガオちゃんねこれ何何何何だねみたいな言われた時に、それはこういうことでみたいな、こう聞かれてるからこう返した方がいいかな、こうかな、こう言おうかなって思ってたら、え、なんかごめんみたいな、ごめん急に話しかけてみたいな感じのことが本当に頻繁的にあって、なんでだろうって思ったら考えてるからかと。考える時間がね長いんですよ。他の方の瞬時にパッパッパーみたいな感じの、なんだろうね、今は、うん、今はそうでもないか、リュウモンだってなんだかんちゃらだよねみたいな、今まで分かんないことだったら誰か話してたかなとかこう、うーんみたいな感じだけど、昔は、まあ、昔はそうだったけど今はもう、いやちょっと分かんないですね知らないとか残念とか言うから、今はもうある程度こう返しの引き出しが増えて、ある程度ね、そう、あとこうなるほどとか確かにとかへえとかのレパートリーが少ないんです。私やったーとかすごいとかめっちゃ棒で聞こえるじゃないですか。それはねでもね難しいんですよ。女優じゃないからエチエチじゃんけんとか違うんですよ。めっちゃ考えてるんですよ超フル回転してる、フル回転そこまでしてないかもしれないけどファンの人とこう喋る時とかこうライブで MC する時とかはめっちゃ考えてます。頭の中でこう喋ってみたいな、
めっちゃでもめっちゃ考えてる時やね、早いけど、やっぱ自分の中でこう後で、ああこうやって言えばよかったとか、こういう返しが良かったなっていうのは後で出てくる、いっぱい。だからこれは今度次同じ環境状況に出会った瞬間こう返そうっていうのを頭の中で5回ぐらい唱えて、でまたその瞬間が出てきた時にその記憶を引っ張り出してこう答えるとかはしますね。じゃあ考えてます。だからこうじゃんけん、未完全 TV でさじゃんけんするじゃないですか。だから誰誰